皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は静岡県の公立高校の受験者数、これについてお話しします。2023年度、今度、受験する生徒ですね、この公立高校受験希望者数、昨年の11月末時点の数字なんですけれど、およそ2万2500人います。定員が1万8900人なので約3600人オーバーで、倍率は 1.19 倍、このようになっています。これを過去2年間と比較すると、2022年度、これ公立高校受験希望者数が11月時点で約2万2800人、定員が1万9200人ですから3600人オーバーで、倍率は今年度と同じ 1.19 倍です。その前の年、2021年度はどうかというと、公立高校の受験希望者数約2万2300人、定員は1万9300人なので約3000人オーバー、倍率は 1.16 倍、このようになっています。倍率自体はそんなに大きく変動はありません。このことが分かりますよね。じゃあ実際の受験でこの倍率で受験するのかどうかというと、これは大きく違ってきます。中学校ではこの11月の調査、これをもとにして生徒の進路指導を行います。生徒と1対1の面談、または保護者を交えた面談、これを行ってどこの高校を受験するかというのを決めるわけなんですけれど、ここで公立高校から私立高校嘆願に進路を変更する生徒がたくさん出てきています。そのため実際に公立高校を受験する生徒は減ってしまうんですね。どのくらい減るかというと、少ない時で2000人くらい、多いと3000人近くの生徒が公立高校から私立嘆願に進路を変更しちゃうんですね。ですから実際3月時点で公立高校を受験する生徒の数は、ここに示した数より大きく減って、もちろん倍率も大きく下がる、このようなことが起こっています。実際には定員割れする公立高校がたくさん出てきているというのが現状なんですね。今回は静岡県の公立高校の受験者数、これについてお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。